にちは、神戸真由美と三姉妹のサニーの玄関先で、実は今いただいたばかりのいただき物を開けるだけのシリーズでございます。はい、寒いですね。特に田舎の玄関先はお寒いございます。はい、実はですね、ご近所の方がなんか今その方の畑で作ったものとかいろんなものをですね持ってきていただいて、でなんかお出かけした時になんか、あ、美味しいものがあったのでと言ってくださったのがいろいろあるので、いやー、こう、あ、これはなんか楽しいなと思いまして、ご了承いただいて、その方の、ご了承いただきましたので、本日はいただき物をご紹介いたします。田舎ならではのいただき物がいっぱいでございます。嬉しいです。バンザーイ。はい、何かと言いますとですね、まずはね、メインです。メイン、実はこれが一番その方が私に、持ってきてくださったメインと言いますかですね、これを見て、あ、カブさんにこれをと思っていただいたようでございます。何かというと、これはですね、じゃーん、下関に買いに行ったとのことです。下関の唐戸市場っていうんでしょうか、下関といえばトラフグでございます。トラフグでございます。嬉しいです。サニーちゃん、これトラフグよ。トラフグ知ってるね、お刺身なんだそうです。それを下関の市場で買ってきてくださいました。今日はこれをいただきます。はい、ありがとうございます。そしてこれを持ってきてくださるにあたって、あ、これもあったわなんて感じでいろいろいただいております。ではご紹介します。はい、まずですね、じゃがいもちゃんがいっぱいあります。じゃがいもさん、はい、これは、勇気のじゃがいもで、そうでございます。嬉しいです。いや、実はですね、ちょうどじゃがいもが切れていて、あ、ちょうどじゃがいもを買いたいなと思ってたんですが、こんな勇気のじゃがいもちゃん。それからですね、これは畑で自然にできたレモンだそうです。そのレモンの木があって、もうそのまま、もちろん肥料とかやるわけでもなく自然にできるそうです。嬉しいです。レモンが3つとじゃがいもが10個ぐらい入ってます。嬉しいです。はい、そして、あ、これはですね、これも勇気だそうですよ。なんかね、あのお知り合いにいただいた勇気のピーマン、赤ピーマンと緑ピーマンですね。あぶね、よいしょ。おいしそうでございます。ピーマンちゃんです。はい。それから、あれ、なんか入ってる。これなんか間違って入ってたのかな？あ、これなんかどさくさに紛れて間違って入ってんだと思います。ニンニクが入ってました。嬉しい。ラッキー。はい、続きまして、これも、畑で作られたそうです。よっこいしょ。まずですね、大根ちゃんです。サニーちゃん、大根、サニー大根大好きだよね。大根、食べる？薄くね、切ったらね、食べるんですよ。ポリポリ、ポリポリ。ね。はい。続きまして、あ、かわいい。これも、人参ちゃんです。全部勇気ですよ。はい。はい、ポリポリ。人参。サニーちゃん、人参こうやると、うさぎさんみたいですね。サニーちゃん、うさぎさん。はい。それと、あとは、白菜です。白菜です。これももちろん、虫がね、食ってるんですよ。それはもうもちろん、なんていうんですか。虫さんも、薬とか使ってないので、美味しいなと思って、むしゃむしゃ食べます。綺麗ですね。はい。私ね、昨日ね、たまたまインターネット見てたら、面白い料理方法を見つけたんですよ。試そうかなと思って、それは何かというと、炊飯器に、
お米といで、そんでそこで炊飯器だけでご飯とおかずも入れて5品作るって言うんですよ。で、いやこれ面白そうだなと思って、例えばこの上にそのままじゃがいもを置いて、蒸しじゃがいもでなんかちょっと、一品にしたりとか、ピーマン入れて蒸しピーマンとか、ちょうどああこれいいと思ったらできる材料ばっかりです。嬉しい素材。それちょっと私今何言ってるかよくお分かりにならないですよね。すいません。URL 貼っておきますね。そのちょっと昨日感動した炊飯器でご飯と4品か5品できるというものです。はい、それで、あと、これそのためにいただいたとしか思えないですね。もちろんこれは、新米の無農薬のコシヒカリとつや姫だそうですね。嬉しいですね。はい、じゃあご飯もこれで炊いて、なんか今日食べる分が全部なんかね、いただきまして、はい、なんといってもこのトラフグさんでございます。実はですね、金曜日からうちの夫が、出張でいなくてですね、金、土といなくて、今日日曜日です。1月15日の。で、今日久しぶりに帰ってきます。で、なんか LINE とかでやり取りしてたら、もう今日はもう、仕事終わってコンビニでなんか買って帰ってホテルの部屋で食べるとか、あるいはちょっと、近いなんか中華料理屋さんというか中華屋さんに行ったとか、なんかそんな感じなので、今日はなんかちょっと私自身もなんか一人分作るのめんどくさいんで、なんか手抜きだったんですよ。ですから今日はちょっと気合を入れてなんか作ろうかなと思って、頑張ろうと思ってたところにこんなご馳走いただきましたので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。それとあと、昨日発見した炊飯器でですよ、炊飯器にご飯と5品できるって言うんですよ。もうね、ちょっと昨日結構酔っ払って見てたんで、あんまり詳しくはわからないんですけど、ちょっとそれを見直して、嬉しい、ぴったりでございます。はい、ということで、今日はいろんないただき物を、ご紹介しました。こうやって田舎に住んでいますですね、いろんな方がですね、これうちで取れたんよとか言って持ってきてくださったりします。本当にありがたいことです。どうもありがとうございました。美味しく美味しくいただきます。ありがとうございます。嬉しい。ポカーン、マイルか、うれしい。サニーちゃんも大根大好きだもんね。サニー大根大好きです。